すごい迷惑かけてるなってことを、まず認識した方がいいですね。こんにちは、しんいちです。今回は時代遅れのツールである電話っていうのをもうやめましょうって話をしますね。電話やめたらどうやって連絡取るんですかっていろいろありますよね。 LINE であったりメールであったりショートメールでもいいですよね。なんでわざわざ人のね、何か作業してる時間を中断させて電話に出させる必要があるのかって話ですよね。その理由って別にないですよね。めちゃくちゃ緊急事態だったら分かりますよ。基本的にはそこまでの緊急事態そうそうないわけですよね。だって電話ってね、本当にすごい迷惑だと思ってて、僕はやめることをお勧めしたいなと思います。でこれは別に僕に限らず、クリエイターと言われてる人たちとかもそうだと思うんですよね。自分が集中して何かをしてるときとか中断させるのってすごいね、申し訳ないなというか迷惑じゃないですか。で年寄りっていうのはかなりこれやっちゃうんですね。平気で電話何回もかけるじゃないですか。着信履歴残ってるんで、着信履歴見れば分かるんじゃないですかね。こっちから折り返すんで、その時は、すごい迷惑かけてるなっていうことを、まず認識した方がいいですね。LINE とか流しておけばいいんじゃないでしょうかって話でした。で、これ見てる方とかは結構 IT の、ね、リテラシーが高いと思うんで、そういうことないと思うんですけど、そういう逆の立場になることがあるんで、本当にね、フライトモードとかうまく使うといいですよっていう話でした。では以上です。失礼します。